皇太子さまが世界的に有名なオペラ「カルメン」を鑑賞されました。1日午後2時ごろ、皇太子さまが東京・渋谷区のホールに到着されると、多くの観客が拍手で出迎えました。皇太子さまは3時間にわたってオペラを鑑賞し、帰る際には大変素晴らしい作品でしたと感想を述べられました。去年6月には物語の舞台となったスペインのセビリアを訪問されています。